政治家が議会で居眠りして、なんかワイドショーが取り上げて、コメンテーターがけしからんみたいな叩いてたりするんですけど、まあ確かにね、もう褒められたことではないですけれども、僕はそんなに、ね、僕はそんなにっていうか、俺はやっぱ叩けないなと思うんですよね。なぜかっていうと、その眠くなることって誰でも思うんですよ。なんか会議だとか、なんかこうね、校長先生の話じゃないけど、ちょっと眠くなっちゃうことってあると思うんですよ。だからこれは人間の生理現象であって、その議員の人がわざわざ、なんていうんですか、議会に行って睡眠を取ろうとは思ってはいないと思うんですよ。睡眠を取るんだったらなんかホテルだとか自宅とかね、自分の部屋みたいな、自分の事務所とかで、ね、なんか、ベッド的なところで、ソファー的なところに寝ると思うんですよ。わざわざ議会に、睡眠を取りに行こうと思ってる人はいないと思うんですよ。生理現象として、睡魔が襲ってくるっていうのは、これは仕方がないことだと思うんですね。だから、そこで寝てしまってることに対して、なんかね、坂上忍的な奴らがね、坂上忍とは言ってないですよ。坂上忍的な奴らが、もう眉間にね、しわ寄せて、なんかこう、けしからんみたいなことをね、言うっていうのは、僕はよく言えるなって思っちゃうんですよね。だから、自分もそういう経験あるし、で、ね、寝たくてね、寝てる人って、もう基本いないと思うんですよね。やむを得ず、なんか眠くなって、もう、うとうとしちゃうって、もう、それ、仕方ないですよね。もう生理現象。それね、おしっこ我慢しろとか、おしっこしに行かなきゃいけないのにね、我慢しろとか、もう、便意がね、もう漏れそうなのに我慢しろと言ってるのと同じですよ。だからね、寝ちゃってる人は、居眠りしてやってる人はね、お漏らししてるのと一緒です。で、お漏らししちゃったら、やっぱ、ね、良くないというかね、もういいことではないとは思います。もう仕方ないやんか。お漏らしした人に対してお漏らしするな、みたいな。誰もね、みんなお漏らししたくてね、お漏らししてるわけじゃないですから、よくね、叩けるなって僕はね、不思議でしょうがないですね。だから僕がね、まあそれ、ね、議員ね、政治家目指してるからね、明日は我が身で言ってるっていうだけじゃないですよ。それはね、俺が政治家だろうが、政治家じゃなかろうが、そういうふうに思います。だから普通の人がなんか怖いのは、政治家だったらこうだみたいなのを勝手に決めつけてますけど、政治家だって眠くなるときは眠くなりますし、別に政治家は聖人君子ではなくて、僕ら社会の縮図ですから、議会には、ね、真面目な人もいるでしょうし、そういったね、絶対眠りしないっていう人もいるでしょうし、ちょっとね、不良っぽい人、やんちゃな人とか、個性的な人、ちょっと頭いっちゃってる人とか、いろいろいるわけですよ。いなきゃいけないんです。なぜなら、社会の縮図、私たちの代弁者が、議会に、行くわけですから、いろんな個性的な人がいて当然なわけですよね。だからね、その中でね、居眠りしてる人で、もう、悪態ついてね、居眠りしてる人とかね、なんか全然ね、真面目にやってない人とかいるかもしれない。でもそれは、ね、それ叩かれてでしょうがないかもしれないけれども、そういう人はいても俺はいいと思うんですよね。だってそれは、そういう人たちの声を代弁してるのが議会なんだから。真面目な人たちがいるのが議会じゃないです。真面目な人しかいなかったら逆におかしいんですよね。世の中いろんな人がいるわけで、いろんな人がいて、当然なのに、っていう形で、だから、結構ね、だから右だから左の人を叩く、左だから右の人を叩くとか、大臣とかね、偉そうなやつを叩くみたいなね、そういう感じのね、バイアスがかかってると思うんですよね。だから僕はちょっとね、なんか違和感を覚えますよね。で、あと、で、そういうのをね、ツイートしたんですよ。ツイートしたらなんか、眠ってしまうことが問題ではなくて、なんか内職してる人とか、長時間寝てる人が問題だっていう。まあ確かにね、生理現象で寝てる人よりはやっぱ問題だとは思うんですけれども、ぶっちゃけそのね、なんか、ああいう議会とか、もう正直僕は議員になったことないんでわかんないですけど、必要あんのかなって思っちゃいますよね。つまらないって言ったら失礼ですけど、
全く必要ないとは全然思わないんですけれども、やっぱりその、ね、学校の授業とかでも面白い授業の先生はちゃんと聞いてたりするわけじゃないですか。つまんない先生はちょっとね、スイマーが襲ってきたりもしょうがないじゃないですか。だから僕もね、本当だから、早弁したりね、弁当食ったり、漫画見たりだとか、そういうのやってましたよ。で、だからといってなんか、ね、何もね、それで別に逮捕もされてないし、逮捕というか、それで人生が不幸になったとは思わないし、むしろ、俺ハッピーになりましたし、で、その間ね、自分がしたいことに取り組んでたわけですよね。自分がしたい勉強を取り組めてわけですし、お腹が空いたらやっぱ頭働かないでね、そこでね、時間を使ったりとか、まあ、睡魔もそうですけども、そこで休憩っていうね、つまらないね、授業聞いてるぐらいだったらっていうのはありますから、しょうもないね、議会にね、こう、ね、その、真面目に取り組んでるふりをしてるくらいだったら、自分が今必要だと思ったことを、ね、それが、なんかこうね、本を読むことだとか、メールをすることだとか、なんか調べ物をすることとか、またはね、睡眠をとるとか、ご飯食べることが大事だと思ったら、それやった方がいいと思いますね。それの方が有権者とか、まあ、社会のためになるんであれば、それをした方がいいと思いますね。僕は。だから、なんつうんですか、なんか議会、なんつうんですか。もう本当に議会があったら、その議論なのかなんかわかんないです。ずっとね、こう、手をね、こう、こう膝の上に乗せて、こう、ずっと聞いてる態度、っていう聞いてる態度、取ってるのが100%正解とは思わんし、その人が、なんかこう、それをする、なんか調べ物をしね、なんかインターネットこう、でね、こう、なんかスマホかなんかでやってるとか、そう調べ物をするんだったら、そっちの方がね、いいと思えばそうした方がいいし、本を読んでた方がいいと思ったら本を読んだ方がいいし、そこでね、なんか叩かれた時に、いや、無駄な時間使うぐらいだったら私はこうやるべきことはあるのでって言った方が僕はいいと思うんですね。だから、そういったね、ちょっと寝てるから叩くっていうマスコミも、ね、マスコミとかコメンテーターもどうかとは思いますし、それでなんかちょっと叩かれたことでね、いや、今私はこういうことをすべきで、こうこうこうで、こうこうこうみたいな説明をしないね、政治家もどうかなと僕は思います。なんか叩かれたら、なんか、音喜多さんかなんかが わかんないですけど なんか、1日分のなんかお金返納しますみたいな、もうあれもちょっと俺はもうトンチンカンというか、だからそこがね、多分ね、音喜多さんの限界というか、なんか、きっちり、1日分払、お金、1日分の給料を返納したからいいでしょう的な、そういうことじゃないと思うんですよね。もう、だって本当に、なんかだって、生理現象として眠くなってしまったのも、それ仕方ないことだし、そんなんで、なんか、お金返してたら、なんか本当窮屈だなと僕は思いますし、まあ、しょうがないやん。そんな別にね、わざとやったわけじゃないんでしょうから、で、ぶっちゃけ、睡眠、そのね、なんつうんだろう。眠くなる病気ってあると思うんですよ。多分。眠く、知らんけど、人によって、もう本当になんか普通の人にね、睡眠取らなきゃダメな人とか、日中眠くなる人っていると思うんですよ。だって今さ、いろんな病気あるわけじゃないですか。なんかちょっと神経的なね。いろんな病気があるわけで。で、だから、ちょっと眠くなってね、ちょっと、うとうとしちゃうっていうね、そういう病名がある人は OK で、そういう紙切れで診断を受けた人は、私病気なんでって OK で、で、その紙切れがない人は、怠け者っていう診断が下されるとか、それなんか俺は変だなと思うし、それだから、なんか精神病みたいなのも診断がね、あなたはなんとかなんとかですって言われたら OK で、病院行かなくて、その診断受けなかったら、あなた頭おかしいってなって。で、俺なんて病院行かなから頭おかしい扱いでしょ？多分、俺なんて多分、病院行って、その診断もらったら、その紙切れもらえると思うんですけど、俺もうめんどくさいから行ってないだけで、だからもうほんとね、こいつらアホやなってことが多いですよね。
だその、紙切れ一枚で、あなたはもう寝てもしょうがないですっていう。見た目普通だけど、ちょっと、ちょっとこう、ね、ちょっとおかしいんで、しょうがない、病なんで、病気なんで、あなたは OK です。あなたは診断がないからダメですとか。そういうものね、ちょっとね、俺なんか、なんだかなって思いますけどね。まあ、そんなことしたらさ、みんなさ、病気になりたがるじゃんか。みんなね、診断受けて、病気ですって、精神障害持ってます。障害者手帳くださいとか。ね、そっち行っちゃった方が得になるっていう社会ってやっぱ僕は健全じゃないと思うので、だからそこは、だから、まあ、俺みたいな人間が、ちゃんと、いや、なんか問題あるんですか？僕はこう、こう、こうで、こうなんですって、ちゃんと説明して、しない、して戦わないといけないですよね。基本的にだからみんなそういうことになると、すいませんでした、みたいな。そういう感じじゃないですか。で、説明責任も、説明をしないか、説明責任を果たさないか、まあ、謝るかで、だけじゃないですか。で、しょうもないなって思いますね。だからもう、基本的に、僕は、だからやることやってれば僕はいいと思うんですね。お金もらっててもいいし、やることやってればちょっと眠ってたって、遊んでたって、ふざけたっていいと思うんですよ。だから結局やっぱやることやってるっていうのは見えないっていうところだと思うんですね。だから政治家っていう職業が、あ、お前ら給料たくさんもらって別に結果もね、結果は出せないんですけどね。まあ一人でね。議員っていうのはやっぱその、内閣だとか、まあ都知事だとか、市長だとか、県知事だとか、そういう人のチェックをするだけなわけですか。チェックをするとか、声を届けるとか。もうそのね、権限がないわけですから、だから真面目にやれっていうのもあるわけですけれども、せめて。でもまあ、そういうのも別に、まあ、結果、まあ、何をもって結果っていうのは難しいですけれども、まあ、そういうところでね、まあ、ちょっと寝てたりとか、ちょっとこう、その本読んでたりなんかその内職してたりしてても、ちゃんと、あ、この人は、なんかやってるなっていうところを感じられれば、僕は問題ないと思いますけどね。だから、そういう議員がいてもいいとは僕は思います。まあ、全員が全員ね、そういう人じゃ、ね、あれかもしれないですけども、ね、多様性をね、求めるみたいなことをね、どいつもこいつもね、偽善的に言ってますけど、本当に多様性を求めるんであれば、そういったね、ところをもうね、こう、ちゃんと加味しないといけないですよね。だから僕も結構言ってますけど、本当に多様性をね、求める社会であれば、まあ、後藤輝基をね、認める社会にならないとダメですよね。議会に送れるような社会にならないと、やっぱ多様性っていうのは本当に、開かれてないなって思いますが。まあちょっとそんな感じですね。ということで、そうですね。だから、そうですね。まあ、だから議員はね、別にそんなね、議員だからこうしなきゃいけないって俺はないと思います。だから公人だからとか、議員だからとかじゃなくて、僕は同じ感覚で、議員だから襟を正せとか、別にそんなの俺、なくていいと僕は思います。やることやってればっていう感じですかね。以上、後藤輝基でした。お前ら愛してるぜ。